こんにちは。今回はこちらですね、茨城県のお酒です。茨城県は常総市にある野村醸造さんの貨物ですね、紬美人ですね。区分が純米吟醸というふうになっています。しばらく福島のお酒をずっとこう、ね、紹介し続けてきているので、ちょっと休憩じゃないですけどね、はい、こちらのお酒紹介しますね。このままスペックをお見せしましょう。あんまり細かいことは書いてないんですけれども、純米吟醸なんで原材料は米と米麹、それからアルコール度数が15度から16度ということと、精米部合が 55% ですよということが記載してありますというふうになっていますね。でこの紬美人は前に結構初期の頃ですよね、2桁台20回とか30回とかそのあたりで1回飲んでいてですね、とても美味しかったんですよね。それを記憶しています。で10月のですね、最後の日だったと思うんですが、実家に帰ったついでにですね、ちょっとこう見に行ってみたんですね。その時の見学の様子とか特に動画で出してないんですけれども、直接蔵元さんに伺って、購入してきたお酒になりますね。今日1ヶ月以上の時を経てですね、開栓します。ちなみに今こうご覧いただいてると思うんですけどね、タグがついていてですね、これが、プラマスターっていう海外の賞があって、その2017年でプラチナ賞というのを受賞しているということですね。ここのお酒は本当に美味しいんですよね。早速、試していきたいと思います。そうですか、イングラスをね、一応用意しました。ていうか、そうなんですよね、完全にワインですよね、このボトルがね。あ、結構香りしますね。うん、色味が、こう黄色い感じで、金色といった方がいいかもしれないですね。黄金な感じですね。いただきますね。あ、ごめんなさい、イメージとね全然違いましたね。福島慣れしすぎたせいかですね、フルーティーフルーティーっていうところにすごいこう、先入観だらけになってたんですけど、米ですね、思ったより。米ですね。ああ、なるほど。全然でも美味しいんですけれども、苦手な人出るんじゃないか、ここに、あんままだ慣れてない人とか飲ませると、なんかね、何これってなっちゃうかもわかんないです。結構複雑な味わいですね。なんですかね、こう、フルーティーとこう日本酒日本酒っていう間っていうのがあるのかわかんないんですけど、なんかこう、そうですね、日本酒にちょっとこうフルーティーな感じが乗っかった感じですかね。日本酒日本酒なんですね、ベースが、やっぱり。で、若干フルーティー感が乗ってるみたいな感じで、あれちょっとイメージと違いましたね。以前いただいたのは結構完全にフルーティー寄りだったんですけど、全然美味しいんですけれどもね。なるほど、こういうお酒も作るんですね。一応成分のところに日本酒度はプラス1、酸度が1度2分とだけ、記載があってですね、そんなに辛口ではないんですね。ただアルコール感は結構しっかりしていて、今すごくこう食道が焼けるような感じになってますね。臭みはないですね。アルコールの臭みはないんですけど、上がってくる感じはありますね。ふわーってですね。ただ海外のショーレースって言うとなんか漫才みたいになっちゃうんですけど、海外のね、コンテストでプラチナ賞を取ってるってことなんで、あんまりこう、ビギナーの方とか、外国人の方には向かないかなと思ったんですけど、そうでもないんですね。すいません、感じですね。でもちょうど良かったですね。ずっともう福島のフルーティーを連発してたので、なんかレビューしてても全く一緒やんみたいなね、文字だけ見るとですけど、ちゃんと飲んでれば違いはもちろん自分では分かるんですけれども、文字だけ見ると一緒だなと思ってたんで、たまにはいいですよね。といったところをですね、酒蔵さんの様子はですね、またちょっとタイミング見て、実は今青森に2回連続で伺っていて、
ちょうど今日がですね、6日なんですけれども、日曜日ですね、あさっての火曜日に秋田に行って、で翌週も秋田に2週連続で行こうかなと思ってるんですけれども、その後にちょっと茨城、栃木あたり伺って、そこの中にちょっと前に行けましたよということで入れようかなって思ってますので、とてもあれなんですよ、なんかレストランとかもやっててですね、おしゃれな感じなんで、すごいお見せしたいなと思ってましたんで、興味いただけたらですね、ぜひご覧いただきたいと思います。ちょっと最後の方関係ない話になっちゃいましたといったところです。本日も最後までありがとうございます。また明日どうぞよろしくお願いします。